おはようございます。8月5日月曜日、ウェザーニュースキャスターの江川さねがお送りしていきます。よろしくお願いします。こちら現在千葉幕張のお天気カメラご覧いただいております。晴れて日差し届いていますね。ただこちらはですね、飛行機雲の見えているということで残っています。上空湿っているというのが分かりますね。今日も高気圧圏内となるところが多くあります。晴れて日中は日差しが届きそうです。また西日本や東日本を中心に35度以上の猛暑日となるところもありそうです。一方、北海道、朝晩と昼間の寒暖差が大きくなります。体調に気をつけてお過ごしください。関東南部では湿った空気が流れ込み、一時的に雨となる可能性があります。お出かけの際、雨具があると安心です。台風8号が徐々に日本へと接近してきています。西日本、太平洋側の地域では夕方以降雨が降り出し、夜遅くになるにつれて雨足が強まる見込みです。日中のうちに雨への対策を行ってください。道路冠水や河川の増水にも警戒が必要です。また自治体から出される情報も最新情報をご確認ください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も元気にいってらっしゃい。